こんにちは、彦右衛門です。35センチの水槽を立ち上げて、バジェットガエルを投入しました。今までプラケースで飼ってたんでね、ちょっとバタバタしてるところですね。アクリルの鉢はカエルのお庭という名前で売っているレイアウト素材です。下に穴を開けて配置してたのですが、結局枯れてしまったので外しました。あとミッキーマウスプラティが3匹いますね。最初5匹いたんですけど、1匹はカエルが食べちゃいました。もう1匹はなんかあれですね、ヒーターの隙間に挟まっちゃって星になっちゃいました。カエルが食べるのはいいんですけど、そういうなんだ、勝手にじゃないけど、そういう死に方されるとちょっと辛いですね。あとヤマトヌマエビが3匹います。ただいつもどっか隠れてますね。あとミクロソリウム付きの、石付きのミクロソリウムがあります。流木は近所の海で拾ってきました。これどうして水作のパワーフィットプラスにしたかっていうと、すごい静かなんですよね。ほとんど無音です。この水槽を僕はリビング兼寝室に置いてるんで、静かじゃないと困るんですよ。楽しそうに泳ぎ回ってますね。最近はこんな泳ぎ回らないですね。もう慣れたもんでじっとしてます。よく掘るんですよね、こいつ。なんか掘るのが好きみたいですね。バジェットガエルは結構ベアタンクって言って何も下に引かないで飼うのがセオリーなんですけど、僕はこういうふうにソイルで飼った方がいいんじゃないかなって思うんですよ。だってすごい掘るんだもん。掘るのが好きらしいですこいつは。水が濁るんであんま掘らないでほしいんですけどね。ソイルで遊んでます。アクアリウムに正解はないっていうんで、いろいろ工夫しながら楽しんでいければそれでいいかなって思ってます。あとはカエルが幸せならそれでいいや。これ今緑、若いから緑なんだけど、大人になるとだんだん緑はなくなっていくみたいですね。残念。ずっと緑だったらいいのにな。エアレーションはしていません。シャワーヘッドを使っています。一度シャワーヘッドを外した時に魚がパクパクしだしたんで、やはりシャワーヘッドに酸素供給の効果があるようです。それにしてもずっと見ていて飽きません。昔今日から俺はという漫画で熱帯魚を飼っているやつはネクラという話がありましたが、本当にインドアな趣味です。どうしてバジェットガエルを飼い始めたかというと、毎日バジェットガエルやベルツノガエルの捕食の動画ばかり見てた時期があって、
一通り見てしまったので、これはもう買うしかないなと思いました。自然界ではガジェットガエルは他のカエルとかグッピーを食べているようですね。息がしやすいようにこういう浅い場所を作ってあげるといいようです。水深が深すぎると溺れてしまうことがあるようです。見えてんのかな。狭いところが好きなようで、よく狭いところを見つけては潜っています。ショートヘアグラスをたくさん植えて草原にしようと思ったんですけど、うまくいきませんでした。まあでも枯れかけのショートヘアグラスが散らばっているのも逆に自然な感じで悪くないなと思います。狭いとこが好きです。よかったね。
マジェントガエルは石を蹴ったり掘ったりするのでレイアウトはよく壊されます。隠れるところがなくなってしまいました。ガジュマルを置きました。水質改善の効果があるといいですね。ウィンエメラルドグッピーのペアとネオンデタラを追加しました。キーマスプラティは、また1匹食べちゃったので残り2匹のペアですね。